梶原さんに続いて、元大学院生、そして現研究員の立場から、生命科学研究科での生活についてお話しします。私自身は、学部は京都大学ではなく、東京農工大学農学部の出身です。もともと大学進学時に生物系の研究分野に興味を持っていたのですが、農学部というフィールドでは、食品や生物生産などへの応用を目指した研究が主だっている印象を受けました。私の研究興味として、実験をベースに基礎生物学、特に発生生物学を研究したいとの希望があったため、大学院から別の大学へ移ろうと考えました。また、横島な理由ではあるんですけれども、とにかく一人暮らしがしてみたかったため、実家のある東京から離れた関西圏で進学する大学院の候補を探しました。最終的にこの生命科学研究科へ進学したきっかけとして、研究科内の研究室ごとにテーマが非常に多様で選択肢の幅が広かったこと、そして英語での少人数制の講義があるなど、研究室だけではない教育の充実さが魅力に移りました。簡単に私自身の経歴についてお話しします。先ほどのような経緯で学部を卒業後、細胞認識学分野上村研究室に修士課程から進学しました。2年間の修士課程修了後に博士課程へ進学し、2019年に博士号を取得しました。そして博士号取得から現在までの約3年間、特定研究員、いわゆるポスドクとして引き続き上村研究室について研究を進めています。次に私が大学院時代に行った研究内容について説明します。私たち人を含む動物は、日々様々な食物から栄養を摂取し、生命活動を行っています。これまでに栄養条件の違いが個体の成長速度や生殖能力などに影響を与えることが報告されていますが、多様な栄養環境に対して動物がどのように適応し、成長を遂げるのか、そのメカニズムには不明な点が多く残されています。そこで私は指導教官である上村忠教授と服部由香子助教にご指導いただきながら、この問いに答えるための研究に取り組みました。そのために用いたのが、自然界での植生の幅が異なる2種類の床上バイ菌園種です。生命科学研究に広く用いられるモデル生物、キイロ床上バイは、自然界で発酵した様々な野菜や果物を幅広く食べる好食性の種です。一方でその禁煙種には特定の食べ物のみを食べる強食性の種も存在します。例えばこのセーシェル床上バイはノニという果実のみを食べることが知られています。私たちは食性の幅が異なるこれらの好食性と強食性の禁煙種を用いて、栄養バランスへの適応能力が主観でどのように異なるかを調べました。その結果、好食性の幼虫はどの餌でも高い割合でさなぎにまで発生できるのに対し、強食性種は炭水化物の比率の高い餌で成長できないことを見出しました。このような高炭水化物食への適応能力の違いが生じるメカニズムを明らかにするため、RNA-seq をはじめとしたオミクス解析により遺伝子発現や代謝の変動を網羅的に比較しました。その結果、好食性種の黄色床上バイでは、餌中の炭水化物の比率に応じて、遺伝子発現や代謝を適切に制御する機構が機能しており、異なる栄養バランスの餌に柔軟に適応できることが分かりました。一方で、強食性のセーシェル床上バイでは、このような制御が働かず、高炭水化物食下で代謝酵素遺伝子群の発現量の上昇と、さまざまな代謝産物量の増加を示し、結果として高炭水化物食での発生率が低下することが分かりました。これらの研究成果については、2019年にセルリポーツ誌に論文として発表し、博士論文の執筆と博士号の取得に至りました。現在はさらにこの研究を発展させて2つのプロジェクトを進めています。1つは、高炭水化物食下での幼虫期の成長を支える仕組みとして、クロマチンの制御が寄与する可能性を検証しているほか、栄養環境への適応を支える炭水化物への応答機構が、成長期だけでなく、大人になった後の生体の生殖能力に寄与する役割についても研究しています。次に、大学院生、そして研究員として過ごした中で感じた、この生命科学研究科の魅力をお伝えしたいと思います。1つ目は、バックグラウンドの異なる様々な専門家が集まった多様性に富む研究科である点です。
先ほど説明があった通り、この研究科には理学、農学など、それぞれ異なる分野を専門とする研究室が集まっています。加えて研究科シンポジウムやセミナーなどのイベントも盛んで、分野間で広く交流できる機会が多く設けられています。この写真は私の博士号取得のための学位校長会の際の写真ですが、指導教官だけでなく、他の研究室の先生方にも大変お世話になりました。分野を横断した研究科内のつながりは、大学院時代の研究を進める上でなくてはならないものだったと思います。所属する上村研究室では、ショウジョンパイを用いた発生生物学を研究していますが、栄養と成長をテーマにした研究を発展させる上で、食品学などの専門的な農学の知識や、ゲノミクスによる大規模な解析が必要となりました。そこで同じ研究科内の異分野の先生方のお力をお借りして、研究方針についてアドバイスをいただいたり、新しい実験手法について教えていただきました。その結果、一研究室の力では解くことが難しかった疑問や仮説にも挑戦できるようになり、研究の幅が一段と上がったのではないかと感じています。また、同じ研究科に属する国内外から集まった大学院生も多様で優秀な方が多い印象です。研究内容や分野は違えど、セミナーへの参加や研究室間の交流をきっかけに、同期だけでなく、いろいろな学年の院生と知り合うことができました。研究への意欲が高く、時に悩みを共有できる仲間が周りにいたことは、自分の研究へのモチベーションにとって、とても良い刺激となり、また支えとなっていました。加えて、修士あるいは博士号取得後の進路も、アカデミアから企業、省庁など様々で、自分の将来を考える上でも参考になるお手本がたくさんいると思っています。生命科学研究科の魅力、2つ目として、学会などでの発表を念頭に置いた英語教育が挙げられます。私の院生時代の悩みとして、英語でのコミュニケーションに自信がなく、特に会話の際に思うように意見を伝えられなかったり、相手の言っている内容を聞き取れなかったりすることに、すごく悔しさを感じることが多くありました。そん写な真時が今に前役にに立映っったたね。のが、研究科の講義の一つで、自分の研究内容や、すでにパブリッシュされた論文をもとに、英語で発表する少人数制の授業です。この授業では、英語のネイティブスピーカーかつ生命科学の研究者である教員の方を講師に、学会発表を念頭にしたプレゼンテーションを行った上で、内容についてみんなで科学的な議論を行いました。この研究科に入るまで、私自身、英語で議論する機会がほぼなかったため、とてもいい練習の場になったほか、プレゼンそのものについても指導してもらえる絶好の機会でした。また、このような授業だけでなく、大学院の講義は多くが英語で行われるため、日常的に触れることで苦手意識が克服されたようにも思います。このようなトレーニングの結果、博士課程の間に国際学会へ参加し、ポスター発表や口頭発表を行うことで、自分の研究内容について海外の研究者と議論することができました。これは2019年にスイスで行われたヨーロッパの小乗梅学会に参加した際の写真です。国際的な一流の研究者と直接研究の議論ができたことや、知り合いが増えたこと、そして自分の知らない文化に触れられたことは、とてもかけがえのない経験でした。現在、海外へ出向くことは難しい状況が続いていますが、オンラインでの国際学会に引き続き積極的に参加しています。最後に、生命科学研究科への進学を検討されている皆様にメッセージをお伝えできればと思います。これは当研究科に限らない話ではあると思うんですが、大学院での研究の最大の魅力は、新しい発見をする喜びや、誰も見たことがない現象を発掘される楽しさにあふれていることだと思います。一方で、学部の講義や試験のように正解や答えが用意されておらず、自ら計画して実行することが求められる場でもあります。このような言い方をすると少し突き放されているように感じるかもしれませんが、心配しなくても大丈夫だと思います。この生命科学研究科では、分野を横断したネットワークを利用し、研究室内外で活発に議論できる環境が整っているため、何か問題が生じた場合でも一人で抱え込まず、周りの教員や院生に相談しやすい雰囲気になっています。また、新しい技術や手法が積極的に取り入れられているため、自由な発想やさらなる研究の発展を後押ししてくれる研究科でもあります。
このような人材、技術ともに恵まれた環境で一緒に面白い研究をしてみませんか？これはあと私からのお願いなのですが、もし少しでも気になる研究室があったら、この後の時間でぜひ直接教員の方々と話してみてください。よろしくお願いします。今日は以上です。ご清聴ありがとうございました。